俺は春日部春樹、社会人3年目の25歳。俺には社内で好きな人がいる。先輩、お昼ですよ。ご飯食べないんですか？それがこいつ、クスノキクルル、俺の後輩だ。まだいい。お腹空いてないので？空いてるけど、まだ仕事終わってないしな。さすが先輩、真面目。入社当時から人懐っこくて明るく、その上可愛い。多分大抵の男なら惚れるだろうし、事実社内での人気も高い。ただやった。あ、お前の席ここじゃないだろ。お腹を空かしながら仕事を頑張る先輩の応援をしたいと思いまして。なら、なぜそこでレジ袋を開く？お昼なので。おいしい。あ、先輩、頑張ってくださいね。頑張れるか、おい。少しうざいのである。え、なんでですか？隣でそんなうまそうな匂いを漂わせられて集中できるか。いえ、先輩はとってもストイックで真面目で頑張り屋さんですから、この程度の匂いに惑わされることはないはずです。おいしい。てめえこら、おい。しょうがないですね。はい。ほら、このチキンなら片手でも食べられますから、どうぞ。お前、俺のために。頑張る先輩を支える偉い後輩です。ありがとう。お前はいいやつだな。あ、ちなみに油めっちゃ滴るんで気をつけてくださいね。うわぁ、俺のキーボードが。じゃあ先輩、お疲れ様です。はいよ、お疲れ。クスノキと一緒に働き始めて2年。他のやつはそこまででもないくせに、どうも俺にはやたら積極的に絡んでくる。もしや好かれているんじゃないかと思いたいところだが、どうせいじりやすいだとかそんな理由だろう。俺、めったなことじゃ起こんないしな。あれ、これはまさかただただ舐められているだけでは？はあ、まあいいけどね。というか、惚れた弱みもあってか、そういう絡みが若干嬉しいのも事実だし、たかだか会社で可愛い後輩一人の面倒を見るくらい別に。おかえり、兄やん、ご飯作って。訂正、家にも面倒見なきゃいけないやついたわ。あー、兄よ、ため息をつくと幸せが逃げるよ。息を吸いすぎると体に悪いらしいよ。お前は俺に呼吸をするなと言うんか。妹の春日部美晴、大学生、現在は近くのアパートに一人暮らし中のはずなのだが、お前昨日も来たのになんで今日も来るんだよ。いいじゃん、妹のぬくもり存分に味わえ。ソファーしか味わってねえよ、そのぬくもり。やたら俺の家に来る。家に来てやたら俺に世話を焼かせる。物臭、面倒くさがり、甘えん坊、年下属性のダメな部分を凝縮したような存在だ。今日も泊まってくね。お前、自分の家にいる時間よりこっちにいる時間の方が長いんじゃないのか？だって楽だもん。ああ、まあいいけどね。たかだか可愛い妹一人の面倒を見るくらい別に。兄やん、後でマッサージしてね。よくない、だるい。翌日。先輩、今日仕事終わりって時間あります？え、どうした？ちょっと付き合ってほしいところがあって。前みたいに限定品を複数買うために一緒に並んでほしいとかじゃなければいいぞ。聞く。やっぱりそうか。忘れはしない。デートかと思ってウッキウキで誘いに乗ったら、1時間近く一緒に並ばされたあの日のことを。もともこいつと2人きりで1時間過ごすのは案外悪いものじゃなかったが。他のやつを誘いなさい。先輩がいいんです。え、まさかやっぱりこいつ俺のこと好き。そういう誘いでも OK してくれるのは先輩しかいません。てめえこら、おい。なわけなかった。とにかくダメだ、今日は諦めろ。ちぇ、本当に先輩がいいんだけどな。それに今日は予定があるからな。え、予定？なんだよ。先輩に予定？いつも私が絡めに行かなければ一人ぼっちで寂しそうに生きている孤独代表選手権に常に代表出場している先輩が。
てめえこらおい、言ってくれるじゃねえか。っていうかよくそこまで口が回るな。何ですか予定って、言ってください。ありのままを正直に。なんでそんなこと気にするんだよ。いいじゃないですか、気になるものは気になるんです。ちょっと買い物行くだけだよ、そんな大した用事じゃない。買い物？そう、それだけ。面白いことは何もないぞ。みはるのやつ、今日はすき焼きにしろってうるさいからな。いろいろ食材買わないと。やっほー兄やん、おまたわ。さてさて、早速買い出しに行きますか。なんで腕を組む？これから買いに行く食材の値段にビビって逃げ出さないように。お前どんな高級肉買いに行く予定だこら。ついつい気になりすぎてストーカーみたいになっちゃってますけど。誰なんですかあの女。先輩と仲良さそうに腕なんか組んじゃって。まさか恋人？嘘、先輩に恋人なんていたの？今まで全然そんな素振り見せなかったのに。確かめないと。あの女の人が先輩とどういう関係なのか。同じ部屋に、まさか一緒に住んでる。そこまで深い関係だったなんて。何やってんだろう私。帰ろう。これ以上ここにいても惨めになるだけだし。おお、眠い。昨日は夜遅くまであいつに付き合わされた挙句、片付けから何から何まで一人でやったからな。まったく、自分の家じゃないからって散らかしまくりやがって。もっともあいつの場合は自分の家でも平気で散らかすだろうけど。おはようございます先輩。まあおはよう。随分眠そうですね。実際眠いからな。よっぽど昨晩はお楽しみだったみたいで。あ？昨日たまたま帰りに先輩を見かけまして、随分楽しそうに買い物してたじゃないですか。なんだ見てたのか。声かけてくれればよかったのに。かけられるわけないでしょ無神経な。え？別に妹との買い出し中、同僚に声をかけられるくらいなんでもないが。で、そんな眠くなるくらい夜遅くまで楽しく過ごしてたんですか？あ、いや、どっちかっていうと大変だったよ。料理の準備から片付けまで何から何まで一人でやったからな。え？みはるのやつ、ほんと家事しないし、まったく。なんですか？随分不満そうですね。まあ、不満といえば不満だな。あいつといると大変なことが多い。そうですか。だったら、距離を置くのも一つの手かと思いますけど。そういうわけにもいかないよ。家族なんだし。家族？あ、いつの世も妹っていうのは面倒な。あれ、楠木？家族、奥さん、先輩、結婚してたんだ。あ？おーい！なんだあいつ。急にテンションだだ下がりして変なの。昼休み。あら先輩、先輩はコンビニ弁当ですか？ああ。ちなみに私は手作り弁当です。そうですか。なんだ急にこいつ。というか俺がコンビニ弁当なんていつものことだろ。たまには手作り弁当が食べたいって思うことはないんですか？まあそうだな、思うは思うけど。じゃあ作ってもらえばいいじゃないですか。その美晴って人に。あいつはダメだ。他人の弁当はおろか自分の飯すらまともに用意できん。そんな忙しい人なんですか美晴さんは。いや、それどころか毎日ぐうたらしてる。身の回りのことは何一つやらないね。そんなダメダメな人なんですか。本当になんで結婚してるんだろう。楠の木はなんだ、結構料理するのか？もう当然です。料理は得意中の得意ですから。おお。私と結婚する人は毎日手作り弁当が食べられるでしょうね。ああ、
残念ですね。そんな幸せが確約しているはずなのに、まだそんな人は現れないですから。どこかにいないかな。あれ、今もしかして遠回しに俺アピールされてなかったか。何してるんだろう私。もうとっくに決着はついているのに、みっともなく対抗心なんか燃やして、最大者からしたらいい迷惑ですよね。ほんと、あら、先輩は残業ですか。あ一人だけ残業なんてかわいそうですね。余計なお世話じゃい。はあ、かっこいいな。思えば会った時から好きだったな。誰よりも話しやすくて頼りがいがあって、それでいて真面目、素直に好きというのが恥ずかしくて、一生懸命周りをちょこちょこして絡んで一緒にいる時間を増やしたけど、今思うと滑稽だったな。最近は結婚指輪しない人も増えてるみたいだし、ちゃんとその辺リサーチしてから挑めばよかった。先輩、ワイシャツずいぶんシワになってますよ。え、まあ最近アイロンサボってるからな。私ならこれくらい。先輩、あ、疲れてませんか。今コーヒー入れてあげますね。え、おう、はあ、やっぱりクスノキのやつ、今日はいつも以上に俺に絡んできている気がするな。今日なんてあいつは残業じゃないはずなのに、わざわざ残ってるし。先輩、おまたです。おいしいですか。何せ後輩からの愛情がたっぷり詰まってますからね。はいはい、どうも、おいしいよ。ん、適当な返事。なんだよ。私は本当に。わかってるよ、クスノキにはいつも感謝してるさ。からかいつつも、なんだかんだ俺のことサポートしてくれること多いしな。先輩、できればそのサポートが好意から来てくれていると嬉しいが、っていうか今日のクスノキの様子を見るに本当にワンチャンありそうな気がするけど、果たして。あの、ん、早く仕事終わらせた方がいいですよ。そりゃもちろん俺だって終わらせたいけど。待ってる人いるじゃないですか。え、ダメですよ、そんなに残業してたら待ちくたびれちゃいますから。なんだよ、待ってるって、そんなの誰が。やっぱりそういうことか。そうだよな、クスノキがわざわざこの時間までオフィスに残る理由なんてないもんな。これって実はクスノキが俺のことを待ってるってことで、この後一緒に帰りたい、あわよくばデートしたいっていう意味だよな。よし、わかった、すぐ終わらせる。え、なんですか、もう急にやる気出しちゃって。なんだかんだやっぱり奥さんのこと好きなんですね。諦めたつもりだったけど、少しジェラシーです。クスノキ、悪い、待たせた。ちゃんと言われた通り速攻終わらせたぞ、文句ないだろ。まあ別にないですけど。というかまだ10分しか経ってないのにもう終わったんですか。もちろん、正確には未来の自分に大いなる責任を覆いかぶせて、今日の自分に翼を与えただけだが、まああんな風に言われたらそりゃやる気にもなるよ。何ですかそれ。あ、どうした。なんでもないです。それじゃあ先輩、私はこれで。で、どこ行くの。え、悪いな、なんだかんだでもう19時だし、お腹空いてるだろ。今日はおごるよ。へってなんだよ、待っててくれたんだろ、さっきそう言ったじゃないか。あれは違います、私は待ってません。どういうこと。というか、どういうつもりですか、こんな時間に私のこと誘って。え、だってさっき待ってる人がいるって。あの文脈でどうやったらそれを私だと勘違いするんですか。あの文脈でどうやったら君以外が当てはまるの。とにかく
私は遠慮します。先輩は早く家に帰って待ってる人の相手をしてあげてください。だから誰だよ待ってる人って。そうなの、昨日一緒に買い物してた。あの今日は妹は来ないぞ、さっき連絡あったし。っていうかなんでお前が俺の妹のことを気にかけるんだ。妹？うん。みはる？うん。あの、くすのき？先輩。え？ご飯おごってください！とびきりおいしいやつ！え？あ、ニアおかえり！邪魔して！あなたがみはるさんですか？食べた後は自分の分は自分で片付ける。それくらいやってください。でもこれくらいニーアンが。何か？ニーアン、ニーアンの彼女さん怖いよ。脱いだ服は洗濯かごへ、使ったドライヤーは元の場所へ、寝る前には歯磨き、おやすみなさいのご挨拶。あのクスノキ、私の城が。